TGM7 型は、リュディノフスキー機関車工場が1974年から製造した液体式ディーゼル機関車。日本領時代から続く 1067mm 機関を用いていた、サハリンの鉄道へ導入された。入れ替えや、小運転用に残存していた、蒸気機関車の置き換え用として開発された、ディーゼル機関車。車体は、ソ連本土に導入されていた、TGM3A 型や TGM4 型をもとに設計され、左右非対称のセミセンターキャブ型を採用した。ディーゼルエンジンは、サハリン向けの本線用ディーゼル機関車である TG16 型と同じ V 型12気筒4ストローク機関の M756 ボルト型を用い、部品の共用を可能とした。台車は TGM4 型のものをもとに設計が行われ、TG16 型と同じ直径 950mm の車輪を採用したほか、枕バネを柔らかくしたことで床面高さを低くし、サハリンで標準的に採用されていた連結機の床面高さ 880mm に対応したほか、ロシア本土の後期にも台車の交換のみで対応可能であった。1974年から1983年まで、断続的に量産が実施され、最終的な製造両数は49両であった。車庫の入れ替えに加えて、旅客列車や貨物列車の牽引にも使用されており、一部、車両は台車を交換し後期のオハモスカリボ鉄道にも導入された。TGM7 から008以降はソ連で製造されたロードスイッチャーの量産形式で、初めて空気バネが台車に採用されたが、高い湿度によるゴムの破損や、冬季の減圧バルブの凍結などの不具合が多発したことで、TGM7 から024以降は、従来のコイルバネに戻った。2010年代以降は、狭軌路線の後期への転換に伴い廃車が進行しており、2019年現在は12両が在籍している。ありがとうございます。